おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。南海電鉄の特急列車である、南海ラピートを購入しました。それにしても、特徴的なお顔ですね。旧製品の南海ラピートと比べてみたら、今のものは、ライトが黄色く塗装されていました。実車では、6両編成で運行していることが分かったので、フリーマーケットで、中間車を、2両買い。今回は、南海ラピートを、フル編成にしてみたいと思います。では、行きまーす。まずは、先頭車と、後尾車を見てみましょう。若干、後尾車の方が、窓数が多いので、1号車の、クハ5万、700系。先頭車が、6号車の、クハ5万、500系、と、思われます。中間車は、パンタグラフと、扉の位置から、5号車の、モハ5万系、と、思われます。とまあ、細かいことは気にせず、つなげてみましょう。どうでしょうか。南海ラピートの、フル編成です。さらに、奇抜な車両になってしまいましたね。レイアウトを作ってみたので、早速走らせてみましょう。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。